ジャスパー軍はアメリカ合衆国ミズーリ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は11万7404人であり、2000年の10万4686人から12.1%増加した。軍庁所在地はカーシー自治であり、同軍で人口最大の都市はジョプリン市である。 ジャスパー軍は1841年に組織化され、軍名はアメリカ独立戦争の英雄ウィリアム・ジャスパーにちなんで名付けられた。ジャスパー軍はジョプリン大都市圏の中核である。王政時属インディアンの戦士、ジョージ・カトリンが1834年ジャスパー軍となった地域にヨーロッパ人が接触する以前、王政時属インディアンが地域を支配していた。 王政地族は自らを水の中間の子供たちと呼んでいた。これはその領土がミズーリ川と北の王政地川、東のミシシッピ川、南のアーカンザス川の間にあったからだと考えられる。西にはグレートプレインズがあり、そこでバッファローの狩りを行った。ヨーロッパ人と王政地族が接触した初期の記録は1673年にフランス人、 イエズスカイ宣教師で探検家だったジャック・マルケットが作成した地図に読み取られる。マルケットは遭遇した部族の名を耳で聞いた音をフランス語でお茶げ、と綴った。マルケット探検隊から数年後、フランス人探検家がリトル王政治の集落を発見し、そこをワスイギーと呼んだ。部族名のフランス語音訳は最終的にお酒となり、これを ヨーロッパ系アメリカ人を使った。1682年、ロベール・カブリエ・ドラ・サールがカヌーでミシシッピ川をメキシコ湾まで降り、その流域全体をフランス王ルイ14世にちなんでラ・ルイジアンと名付けた。1699年、ルイジアナはヌーベル・フランスの管理区域と指定され、ヨーロッパ列強の間ではジャスパー群となった地域はフランス領だった。フランスは その後、アーカンザス川を境として、上流地区と下流地区に分割した。1763年にフランスとスペインが7年戦争に負けた結果として、フランスはルイジアナをスペインに、ヌーベルフランスの大半をイギリスに割譲した。イギリスはスペインからフロリダも取り上げた。スペイン領ニューマドリード地区には、今日のジャスパー軍も入っており、 アッパールイジアナでは5つの地区の最南部にあった。フランスは1800年に秘密のサンイルデフォンソ条約でルイジアナを取り戻したが、ナポレオン・ボナパルトは1803年にそこをアメリカ合衆国に売却した。1808年、王政時族はアメリカ合衆国と条約を結ぶようになり、王政時条約で最初の土地を譲渡した。王政時族はこの年、 大政治川沿いの故郷から、ミズーリ州南西部のジャスパー郡の地に移動した。1825年、さらに、ミズーリ州、アーカンソー州、オクラホマ州にまたがる昔からの土地を手放した。まず、カンザス州南東部のチェロキーストリップ、現在のインディペンデンス市の土地に移動し、1872年には、インディアンジュン州に移った。ミズーリジュン州の境界を示す、地図、 1812年ジャスパー軍を含むアッパールイジアナ領土は1812年にアメリカ合衆国の州に昇格したルイジアナ州との混同を避けるために1812年6月4日にミズーリー巡州と名付けられニューマドリード地区がニューマドリード軍となったニューマドリード軍のうちセントフランシス川の西アーカンソー軍の北で 現在のミズーリ州南西部とアーカンソー州の北西部が1815年にローレンス軍として組織化された。しかし、ローレンス軍は短米であり、3年後の1818 18年にはケープジラード軍の一部と合併し、ウェイン軍と改名された。1819年にはアーカンソー巡州が創設され、ウェイン軍の領域もそれに取られたが、 それでも現在のミズーリ州南西部、現行ウェイン軍から西のカンザス州宗教と南のアーカンソー州宗教の範囲に広がっていた。1820年、ミズーリ順州が州に昇格し、1831年にはウェイン軍から分離してクローフォード軍が作られた。この新しい分割にはミズーリ州南部の全体が含まれ、ジャスパー郡領域も入っていた。 この配置も短命であり、1833年にはない、アンガ川から西のカンザス州宗教までの領域が分離して、クリーン軍となった。1835年1月5日、クリーン軍の大きな部分が分離して、バリー軍となった。1838年、バリー軍が4つに分割され、バリー軍、デード軍、ニュートン軍、ジャスパー軍となった。当時のジャスパーは、 管理体制が整わず、1841年までニュートン軍に付設されたままだった。1841年1月29日、ミズーリ州議会がジャスパー軍を組織化し、アメリカ独立戦争の英雄ウィリアム・ジャスパーにちなんで名付けることを認める法案を成立させた。軍政府はまず軍内を3つの軍区、ノースフォーク、センタークリーク、マリオンに分割したが、 その後15の軍区に分割し、現在でも法人化されないままでいる。1841年2月25日木曜日、ジョージ・ホーンバックの家を仮の軍長とした。これは12フィート X16 フィートのマルタゴーヤであり、スプリング川沿い、カーシージからは北西に1.5マイルの位置にあった。サミュエル・エム・クーリー、ジェレマイア・クレイブンス、サミュエル・ B ・ブライトが最初の軍政委員になった。 初代保安官のジョンピオズボーンは、高級的な軍庁舎が建設されるまで、軍庁舎は、ジョージ・ホーンバックの家を使うということを大衆に、知らせるという命令を受けた。1842年3月、高級的軍庁所在地が選定され、カーシー寺と名付けられた。1842年6月29日に、1階建て、1室、木造で、南面に、 大きなドアのある建物が完成した。カーシージの町の公衆広場北側にあった。この群庁舎は、あとの1854年に完成した2階建て、レンガ造りの建物に置き換えられ、群集干所も兼ねた。1861年、南北戦争が始まった時、軍内にはいくつかの小さな水車工場町、いくつかの鉱山キャンプ、旧内市中の町があった。 軍庁所在地のカーシー寺には人口推計400ないし500人がいた。南北戦争の間、軍庁舎は病院として使われ、1863年10月に起きた戦闘中の火事で破壊された。終戦の時までカーシー寺の町は住人がいなくなり完全に破壊され、ジャスパー軍の大半が廃墟になった。1865年、州知事の命令で、 軍庁舎はケーブスプリングス、現在のラサールの町近くにあった学校に移された。1890年代半ばに、現在の軍庁舎がカーシージの広場に建設されるまでの数十年間、軍庁舎は、軍内のいくつかの場所に暫定的に置かれていた。現在の軍庁舎は建築家マックス・ A、オーループ・ジュニアが設計した。 リチャードソン・ロマネスク様式であり、1894年から1895年に建設された。地元の大理石を使い、タレット、塔、アーチのある中世城郭の様相である。現在はアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定され、博物館とガイド付きツアーが公開されている。2011年5月29日に、ジョプリンを襲った竜巻の被害者を遺言する。 バラク・オバマ大統領ジャスパー軍は2001年に軍機を採用し、軍創設160周年に公開された。この旗は軍庁舎を15の星が取り巻いており、その星は15の軍区を表している。中央の青と赤の星は南北戦争中、1861年のカーシージの戦いと1863年の2回目の戦闘など、 ジャスパー軍内で行われた戦闘を記念するものである。2011年5月22日日曜日、ジャスパー軍は改良を富士タスケる EF 後の竜巻に襲われた。この2011年ジョプリン竜巻はアメリカ史の中でも7位に位置づけられる猛威を残した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は641.32平方マイルであり、 このうち陸地639.73平方マイル、水域は1.59平方マイルで、水域率は0.25%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。括弧内数字は軍区の人口を示す。ジャスパー軍内の高等教育機関として、ジョプリン市に4年生大学である、クミズユリサザン州立大学がある。 ジャスパー軍の地方レベルでは、共和党が完全に政治を支配しており、軍の選挙で選ばれる役職を全て独占している。ありがとうございます。